こんにちは、小松です。今から僕が何をするかというとですね、ベランダで食べたくなるご飯を作っていきたいと思っております。今巷でブームになりつつあるベランダおしゃれご飯、そこに目をつけた独身中年男小松が世の女性とつながりたい一心でオリジナルレシピを考案、自宅キッチンで動画配信を始めちゃいました。果たして本日作るベランダご飯とは。今日はお正月で余りがちなお餅ありますよね。それを使って一品やりたいなと思います。餅チーズ肉巻きを作るぞ。よろしくお願いします。あ、小松の K です。よろしくお願いします。まず豚バラ肉ですね。それとあまりに余ったお正月のお餅、そしてシソ、チーズ、そして本日の主役、ホットサンドメーカー。これで美味しいのを作りたいと思います。はい、では食材を切っていきましょう。お餅はまずこちらの4分の1に切っていきますね。これ硬いから気をつけてください。慎重に。はい、1枚が2枚、2枚が4枚。ガマの油売り、ガマの油売りの落語を聞いたことありますか？皆さんすごい面白いからぜひ。よいしょ。はい、これ今はね、あの綺麗な新品のお餅使ってますけど、本当はもうちょっとカピカピかもしれないですからね。皆さん気をつけてください。いいですね。はい、いいですね、いいですね。ロン。はい、シソこのここ切っときましょうね。はい、切って、これを半分にします。これぐらいのサイズかな。そして、これ使う前に軽く手で叩くと中の繊維が壊れて、香りがよく出ます。豚バラちゃんも、よし、長さ半分ぐらいにしておきましょうか。はい、半分に切れました。では早速、豚バラ肉で巻いていきます。乗せて、はい、大葉をちょっとだけはみ出すと見た目も可愛いですかね。はい、ここに麻雀牌を置きまして、はい、もうあともこうくるくるするだけ。お子さんもお手伝いしながら一緒にできると思います。よし。はい、一つ。うん。いいですね。お父さん、ただいま。遅かったじゃないか。ね。シルバニアファミリー。おやすみ。今日は寒いからね、シソの布団も足してくるまってね。寒いね、まだね。今からね、あったかいとこ入るんだよ。ホットサンドメーカーってあったかいとこ入るんだよ。そうなの？焼けちゃわない？そうだね、食べられるのが我々の宿命なんだよ。そうなんだ。はい、綺麗に巻き切れましたので、塩コショウね、塩コショウします。はい、かかりました。では中に、うんうん、日本一狭いパーキング。もう出れねえじゃねえかよ。うるさい。通します。では早速火にかけます。豚バラ肉なんで
油がちゃんと出るので油は敷かないで大丈夫です。ライオン中火かな。中火でいきましょう。おお、もうジュージュー音が熱いよ。ちょっと様子を見てみましょう。オープン。めちゃくちゃいい感じで、お餅も溶けてる。素晴らしい。さあ、もうこれだけじゃないですよ。ここから最後の仕上げ、チーズかけまして、バラ。できました。見えますか。完成です。よし。チーズがっつりあるところね。餅とチーズが素晴らしい。いただきます。ちょっと待ってね。せーの、よっよっ、いただきます。あっ、おーまか、叩いてよかった。いい風味。あっ、もちもちゃんと柔らかいですし、豚バラの脂がすごく甘くて最高です。ナイスコラボレーション。ぜひ皆さんもやってみてください。おいしい。